さあゼロチャレンジ第2ラウンド行きましょうか。なんかねすごいね、まだ2時間ぐらいしか経ってないのになんかクリア者がもう続々と出てるらしい。ってことはやっぱ生放送でヤマピーが言ってたちょっと今までの称号チャレンジよりかはみたいな、そういう発言は本当だったってことか。まあちょっとねなんか逆にまあでもやっぱ希望が持てるよね、そう言われると。まあ、ちょっと僕はね第1ラウンドあの5回のねあのボルケーノドラゴンにボコボコにされてしまったんで、まあちょっとそのリベンジも兼ねてね、まあ行ってみたいと思います。はい、あーもうこのゼロチャレンジの1個上のダンジョンやりたいんだけど、ちょっとその気持ち我慢してね行きましょう。さあ第2ラウンド、もう俺使うよこいつ、俺もうビッグマンでクリアするから。じゃあだったらさね、こんなクリア者がもう出てるんだったらさ、多少ネタに走ってもいけるよね。いやてかもうネタ抜きにねこいつ普通に強いから、うん。まあ、というわけで今回6タイプね、なんとかねパーティー揃えてきたんで行きましょう。さあセシリアがまずチャコル武器ですね。で無効換潜在です。はい、でリーチェが、戦国武器で同じく無効換潜在、そしてネズコですね、マグニト武器の毒目覚め耐性、そしてチャコルが、ファガン武器の、まあ、これは同じくさっきと同じですね、はい、上限解放ですね。でビッグバンが無効換潜在のボンタ君で、はい、相方は埼玉武器ですね。行きましょう。早くない？なんかさ、なんなら初見でなんかボス行ってる人もさ、やっぱいるぐらいだから。え、結構何？あっさりいけるの？いや、そんなはずないと思うんだけどね。なんかもう勝ってる人いるらしいっすよ。しかも結構な数。だったらさ、もうビッグバン相手にはビッグバンでしょ。というわけで、もう僕はこの編成でじゃあ頑張りますわ。それともなんだろう、後半が楽とかそういう感じ？もうなんかさ、なんならね、あのボスのビッグバンの攻撃、なんか発狂ね、受けてる人もいるらしい。なんかそれぐらいの、なんだろう、余裕を持ち合わせてる人もいるらしいからね。ちょっとじゃあ頑張るわ。もういいわ。もうやめるわ、普通に。うん、普通にやるわ、もう。じゃあまあとりあえずじゃあ前回負けたとこまでもうカットでいいよね。さあやってまいりました、ボル系のドラゴンをまずはボコしましょう。はい、僕がすべきことはまずそこです。でここはどうしようかな、これ全体攻撃とか入れない方がいいかな、 2way とかね。これどうなんだろう、何が正解か分かんない。でも 2way 組まないと多分アテナが火力出ないから、いや、組まざるを得ないんだよな。水の上も入れるか、ついでに。まあ、とりあえず、ボルケーノターゲットにすりゃいいんだよね。さっきは削り切れずにそのまま死んだわけだから、とにかく、真ん中を殴り続ける。OK。いいね、いいね、いいね、いいね。それでいいんだ。うわ、色変化か、こいつ。10個も吸収ね、OK。色変化だるいけど、まあまあ色拾うか、頑張って。さあこれでいかが、これでとりあえず、まあでも真ん中タゲっとくか、真ん中タゲっといて OK ナイス、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。でこっから倒しに行けばいいんだよね。右のやつもなんか防御があるっぽいけど、ここはじゃあ2way 入れて、であと闇の全体入れればよくない？さあ行け、さあ行くんだ、行くんや、ここで俺はこいつらを突破するんだ、俺は誤解を突破で、よし。さあ初見です。ああ君はあれだ、10チャレンジでも出会いましたね君。うわ、目覚めしっかりやってきやがった。俺さ、ちょっとさ、これ、リーチェのお邪魔目覚め外しちゃったんだよね。これ、お邪魔食らっちゃいますわ。まあいいや。で、無効化が張ってないということで、まあちょっと一旦ここ 2way とかなしで、普通に削ろう。さあ、もうこっから怖いのは、もうとにかく発狂よ、発狂。もう発狂ラインに入りさえしなければもう何でもいいから。いや目覚めやばい。あーでもこれ2パン圏内だ。うん、なんか今んとこ多次元と同じようなことしてんな。おーやるね。
まあここはね、どうしよっかな。アテナ使ってもいいんだよね。まあ色拾ってもいいけど、どうしよう、アテナ使おうかな。ちょっとフェゴランはね、覚醒婿とか来た時に備えたいから、うん、一旦アテナしよう。で、ちょっとこの時間無駄だな。ちょっとマジで気をつけるわ。ちょっと時間あんまないからね。言っても時間に厳しいダンジョンだというのはもう間違いないだろうから。ちょっと待ってね、色拾って。このね、ルーレットか色を拾う時間もマジでカットしたいぐらい、本当に。よし。で、ロック目覚めあるから、ここは、LG。これでいい。よし。さあ、残り1900秒ってことは、もうあと30分ちょっとだよね。いや、時間あんまないぜ、マジで。あれ？ロック解除。あ、そうか。あ、違った。アテナか。持ってんの。ミスったわ。やべえ。雲は効かんよ。割合、OK。水と木ね。水と木を拾えばいいのね。OK。いや、この邪魔やべえな、マジで。まあ、とりあえず、ロック解除はできた。よし。うわ、防御高いわ、こいつ。やるな、お前、なかなか。よし。まあ、一旦まず半分切ってもろて。うん、八狂乱入んなよ。嘘でも八狂乱は入らないでよ。よしよしよし、オッケー。もうめっちゃいい削り。素晴らしい。なんでまたお邪魔な。クソしょうもねえわ。で、ジンやってきたね。ここはまあ、リーチでいいかな。いや、マジでずるい、それ。なんなん、もう毒しか積んどらんわ。まあ、それはさすがに俺が悪いか。うーん、で、さらにちょっと無効化貼られちゃったから、ちょっと若干怖いか。いや、マジか、お邪魔だったか、今回も。あ、でもさっきよりは控えめだな。オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。さあ、1700秒です、あと。うわ、なんか遅延やってきそう。家具土といえば遅延だろ、お前。あ、ロックか。まあまあ、ロックはこれは大丈夫ですね。で、お前も無効化張っているといいでしょう。ちょっとね、マジでもうこっから本当に真剣にやるわ。ちょっともうなんか何も、なんかコメントできなくなってきた。とね、俺もやっぱね、クリアしたいからね、なんかもう、続々クリア者ほんまに出てるらしいじゃん。このダンジョン簡単なのか、簡単なわけはないんだろうけど、なんかクリア者出てるから、ね、まあいけるんだろうね。毒花火。うわ、そのロックはキモい。これアテナ使います。いや、アテナが、結構活躍してくれてるね。OK。さあ、ちょっと半分、ちょっとだからこっから倒すの際どいかもしれんけど、ちょ、頑張れ。OK、ナイス。いいぞ、9回だ。さあ、9回。もうちょっと全然わかんない。なんか10チャレンジとは全然敵の引きが違うんだけど。で、お前も無効化かよ。ちょ、待てな。待てよ。ここお邪魔目覚め終わったから、とりあえずお邪魔全消しを今意識して、まあ大体全員2パンぐらいの感じでいけばいいよね。まあでもさ、今んとこね、やってる感じだとやっぱ難易度の調整がすごいいい感じだね、これ。やっぱり多次元のちょっとあれかな、やりすぎた感が、運営をちょっとね、高難易度のなんかダンジョンの作り方というか、そういう方向のあれにつながったのかもね。わからんけど。いや、で、半分ちょうどか。ルーレットは大丈夫。雲も大丈夫。いや、これ怪しい。クソ怪しい。30億無効か。じゃあさ、これ例えばだけど、アテナが30億いかないぐらいにしたいから、
ここ2ウェイ入れずに普通にやるみたいな、なんかそういう配慮がいるよね。まあまあいいや、とりあえずちょっと頑張るわ。あーもうこれでいいや。これ抜いて頼むから、もう発狂やめて、発狂思わないからやめような、そういうのはやめような、倒すよ。あれなんか全然貫通しなくない？え、色決めてなかった俺まさか。いや決めてるよね。え、もうびっくりした。あ、なんで今削らなかったんだ、ちょっとわかんない。まあいいや。それとも防御が高くて逆に貫通してなかったみたいな、そういう感じかな。ちょっとわかんねえ、わかんねえけど、うわこれセシリア使うか。ちょっと待って、わからん。いやマジでわかんねえ。ただルーレットうざいから、いやセシリア使うわ。ちょっともうちょっとわからんけど、なんか使った方がよくない？もうわかんねえよ、もう初見だからしょうがないな。オッケー、うん、もうとりあえず先進めばいいよ、先に進もう。とにかくとね、この BGM がね、なんかめっちゃ盛り上がるんだよね。なんか気持ちがね自然と高まる、すごいいい BGM ですね本当に。うん、これぐらいのねコメントを残す余裕はまだ残ってるぜ俺には。オッケーナイス、やっぱ防御高い系か。さあ10回だよ。あ来た、お前はあれあっこでもあったな。これさ、おいこいつあれじゃねえか、俺ワンチャンこいつ俺パズル教室あると思ってるわね、この一発超根性。もうこういうのって大体パズル教室よ。ただそこをラフィーネの固定で抜けるかどうか。でも多分抜けんような調整してそうだよねこの辺絶対で。まさかの4ターンコード、だがしっかり削っていく、行動ターンは変わらないと。なるほどね、もうこれ絶対あれだわ、うん絶対あれだわ。でちょっとここねラフィーネ使うわ。これ捜査員長しとけばさ、もし仮にパズル教室がね行われたとしてもね優位に立ち回れるもんね、うん、だからここは使っとくわ。うわ冷静だね、いいぞ、その冷静さを保っていけ。あーなんか右左ずれてるわ。まあまあいいや、オッケーオッケーオッケー。さあナイスコンボ、これは多分根性いきますね。で固定で体抜けないと。まあまあそこまでは読めてますよ。あー読まれた読まれた、もう読まれたわ。え、あ全然違ったわ、何それ。お前嘘、やべえリーチェ封印された。これ使ったらさセシリア戻っちゃうんだけど。うわこいつやっとるわ、うわやっとるわこいつ、マジでお前そういうことしてくんの。いやちょっとワンパンマンはいや使うよね、さすがに使った方がいいよな。うわ読まれてるわこれ、もうリダチェンやっぱ運営も読んできてるね、マジか。おわ面白いダンジョンだな、なかなかやってくれるね。いやこういうダンジョン嫌いじゃねえぞ俺は。でまあこいつはとりあえず倒すでしょ。さあ11回です。あお前も10チャレンジで出会ったな。うーわ吸収来やがった、やばすぎる。うわマジで、じゃあこれさ今ラフィーネ使うべきじゃなかったじゃん、マジか。ねえお前遅延してきてくれん、頼むからねえ。これさ絶対ワンパンできんじゃん。あできたわできたわ12回。いやお前もあったな、もうおかしい、キモい、マジでキモい。それいやなは、ちょっと嘘でしょ。
いや、ちょっとこれやばいな。マジか。いや、これ絶対、ちょい遅延やってこい。おい、遅延してくれ、頼むから。いや、こいつ俺の言うことがわからんみたいだ。いや、これ、いや、マジで。あれ、でもなんか削ってない？え、何これ、固定で抜いてんのこれ。え、どういうこと？ちょっと待って、よう分かんねえ。あ、違うわ。たまたま吸収の合間を縫って削ってただけだわ。お前、紙タイプあるだろ。うわ、もうセシリアンキラー、ガンササリじゃん、マジで。いや、これは終わったかな、もう。なんか終わり臭くない？ねえ、これさ、無理やりさ、これ、ボンタ君で返してからなんかやるみたいなこともやった方がよかったのかな。リーチェのスキルため直すみたいな。無理やりでもそうすべきだった。でも、セシリアン状態で絶対勝てねえだろ。いやー、まあこれは多分終わりましたね。はい。さあ、というわけで皆さんご覧ください。これが宇宙の波動です。ありがとうございました。オッケー、来た。じゃあ、ここで、まず、これね、セシリア打ちます。これで威嚇かけます。はい、オッケー。よっしゃ。これで大丈夫ですね。はい。この辺は敵固定なのかな？ちょっとなんかそんな感じがするよね。で、まあしっかりね、お邪魔耐性と、あとね、ちょっとアテナをね、ちょっと無効換算剤変えてきたわ。なんか消せない連発するような敵がいなかったからさ。いや、わからんよ。まあこの後いるかもしれないけどね。まあちょっと、まだね、この回でクリアできるかどうかもわかんないから、もうちょっと、ね。うん、やるしかないわ、普通に。まあもう長い目で見たらね、称号チャレンジ2週間半ありますからね。まあゆっくりやりましょう、ほんと。多分ね、難易度的にはそんな高くないんだと思う、おそらくね。まあだから、もう焦らず、本当にね、ゆっくりやっていきましょう。さあ、威嚇のターン終わるんで、こっからですね。まあ多分こいつそんな HP は高くなさそうだから、おそらくワンパンはできそうかな。なんかそんな気がするよね。まあ光属性だしね、弱点つけるから。うん、ただそうなるとちょっと気になるのがやっぱ時間だよね。あと1000秒だから、どれぐらい？15分ちょっとぐらいよね。時間がね、やっぱあんましないね、本当に。さあ、ちょっとじゃあこっから殴り込みに行きますか。うん、行くわ。で、アテナはね、今これ5連ガチャだら溜まってるんですけど、ちょっとこれは残しとこう。うん。まあ、一応俺が考えてるのは、このアテナのスキル使って、まあ、ボスの発狂を耐えるみたいな。発狂というか、あのね、なんか半分来たら大ダメやってくる文化あるじゃん。多分それはさすがにあると思うから、ちょっとその時のためにね、これ一応取っておいてるんですよ。で、まあカンナは多分これ突破できるんじゃないか。あー、でも結構ギリギリあったね。オッケー。さあ、こっから初見だ。13回。あれ、この次ボスじゃなかったっけ。半減。うわー、消せない、来たか。うわ、お前2ターン行動の敵なんだ。なるほど。まあちょっとこれはさすがにフェゴラン使わざるを得ないよね。なんか怖い。こいつなんか嫌な予感せん。あれ、消せない連発パターンか、これまさか。いや、もうだとしたら俺最悪なんだけど。何のためにアテナ変えてきたんやっていう話なんですけど。ちょ、やめてな。怖、なんかそんな平気でやってきそうな顔してるじゃん。まだコードターン変わらない。これさ、なんかこっから倒しに行きたいっていう気持ちもあるんだよね。でも今の削りでこれか。やべえ、ちょっとこの時間が無駄だ。じゃあ、セシリア使ってちょっと倒しに行くわ、これ。もう倒しに行こう。
いや、これでいかない？行って。ちょっと頼むから。ちょ、落ち込むな、結構怖い。いや、これいけるだろう。あ、全然いってない。え、ちょ、消せない、やめて。消せない、やめてください。うーわ、50たてやべえ。ちょ、消せない、やめろ、お前。はぁ、強っ。お前さ。うわ、なんか違う方来たし。こいつ何？お前も同じか、結局。うわ、わかんねえ。わかんねえけどさ、殴るしかないよね。やべえ、どうしよう。もうわからん。本当にわかんない、こいつ。でも、とりあえず、ここ突破すればボスなんだよ。ちょっともう、マジ頑張ろう。本当に。ちょっとね、もうなんか、クリア報告見るとね、やっぱ圧倒的にね、アトリが多いわ。もうやっぱあいつ強いんだろうね、本当に。うわ、勝てえ、こいつ。え、何それ。待って、なんかこいつ HP めっちゃ操ってくるぞ。なんか危険な香りがする。ちょっとこいつは早めに倒さないといけない。これ絶対早く倒さんと、まずいやつでしょ、これ絶対。なんだ HP1000 って、ふざけてんの？あ、もういいや、もうわからん。もう、ちょ、とりあえず半分削ったら、なんか起きるだろう。とりあえずまず半分。こいつ何タイプ？あ、一応神タイプあんのか。うわ、これ次倒せる？うわ、なんかめっちゃやってきた。回復ゼロ。いや、でも回復ゼロは、これで上書きできるよ。で、ついでに、光属性エンハンスね。オッケー。ちょっとこれでじゃあ、ちょっと倒しに行こう、ここ。いや、これで倒せるか。ちょっと十字で、ちょっとセシリアの、副属性頑張れ。落ち込ん来てもいいんだよ。いけるか、これ。よし、来た。来た。ボス来たぞ。おい。来た。こんにちは。暗闇発生、10ターン。向こうね。アシスト剥がされた。これは4体以内倒せってことか。このね、BGM はね、ちょっと10チャレンジの方でもうすでに聞いてしまってるんですけど、いやでもやっぱいい BGM だね、本当に。ごめん。もうそんなね、BGM 堪能してる余裕はないんだけどね。ちょっとこれ暗闇解除せんといかんな。とりあえずまず2ターン分解除、これで。2ターン分というか6ターン分か。いや、削れる。あ、優しい。優しいじゃん。え、お前フェイントしてくんなよ、マジで。ビッグバンとか名乗ってくるやつが絶対ね、弱いわけがねえんだよ。こいつ絶対ね、何か隠し持ってるぞ、リーサルウェポンを。いやー、ちょっとこれは。まあ、一旦まずは暗闇だ。なんつったってまずは暗闇。ただ、いや、削れてるぞ、全然。なんならここで倒すかも。あ、でも待って。ねえ、これさ、アシスト向こう剥がされた状態でさ、ちょ、行くのまずくない？チャコル経験なんとか耐えられない。耐えられないか。コンボドロップ発生。95盾。おいおいおい、なんかすごいことしてきてんな、こいつ。待てよ。いや、これは多分あれじゃない？盾の割合がどんどん減っていく代わりにダメージがだんだんでかくなるみたいな、そういうパターンだろ。もうパズドラはね、6年もやってるとその辺分かってくるぞ。お前の考えてることはな。ビッグバン、お前はまだビッグバンになりきれてないようだな。じゃあ俺がお前の全力を引き出させてやるぜ。よし。何を言ってんだ、俺はさっきから。そんなことを言ってる余裕があるんだろうね、俺にはまだ。もうさ、俺さっきからさ、結構ね、パズルミスしまくってね、もうフラストレーション溜まってんだよね。普通にちょっともう動画外で大パンしまくってるからさ、ちょっとほんと心落ち着かせてな。 OK、 まずは16コンボ以上しっかりして。うわ、絶対そうだわ。
うん、絶対そうだわ。割合か、なるほど。いいでしょう。いやもうこれこのまま削れればよくない？ねえ、たださ、ちょっと俺心配なのがあってさ、これアテナ、これ今アシスト向こう食らってるからさ、これアテナのさ、裏のさ、なんだっけ、何の武器つけたっけ、ちょっと待って、忘れちゃった。なんだっけ、激減スキルがさ、たまらないんじゃないかって思うんだけど、やばくない？そうしたらさ、こいつのさ、いや絶対半分切ったらさ、大ダメやってくるよね。それがワンチャン耐えれないんじゃないかっていう不安が俺の中であるんですけど、まあもうここはとにかく削るしかないよね。さあいけ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 、削る削る。そう、5連ガチャ取る、あと13ターンだよ。やばくない？いやーこれだんだん割合ダメージでかくなってんのかな、ちょっともうわかんねえな。ちょっとそんなの見てる余裕がないんですけど、ただひとまず、てか一つ言いたいのが、ちょっと時間が大丈夫かどうかっていう話だよな。あと10分ちょっとしかないんだよね。ちょっとそこが一番心配である。お前はもうそれしかできないのか。いやでもさ、コンボドロップの発生が次の次で終わるんだよね。ちょっとこのターン怖くない？マジで。BGM めっちゃカオスだな、本当に。お前にふさわしい BGM だ。OK。ここで倒せばいいんだよね。多分こいつはこの次発狂してくる。だからここで倒せばいいはず。でちょっとリーチェがたまりそうだな、これ。空打ち、いや待てよ、いや今はいいや、ちょっと使うんだったら次にしよう。いやマジで BGM めっちゃかっこいいね、なんか世界観があるね。よし、 OK。さあ来たぞ来たぞ、みんなみんな来たぞ。さあビッグバンのお出ましだ。いやこれさ 50% 超根性発動時やばい、絶対。どうしよう、ワテナの5連があと10ターンなんだけど、やばくない？よく発生、ちょっとこれリーチェ使います。いやあと10分だ、10分だけど、それよりこいつの半分来た時の行動の方が怖いんだけど俺。あ、やべえ、チャコル使い忘れた、まずい。あー、ほどほどに硬いね。あー、危ねえ、やばい、チャコル使おう、チャコル使おう、マジで危ないから本当に。ちょっとダメだ、もう喋れねえ、喋れん、マジで。アテナあと8ターンか。やべえ、みんなちょっとダメだ、半分いっちゃうわこれ。いやちょっと絶対大ダメやってくるわこれ。いやもうちょっと死んだらもうダメだ、もうちょ申し訳ない。いや別に謝る必要ないか。いやダメだこれ、半分いっちゃうわ、もう行くわ。だったらもう受けてやるよ、じゃあ俺がもう俺が受けてやる、お前らの代わりに俺が受けてやるわ、そんな。ちょっと待って、いやちょっとあのね、時間がなさすぎ。ダメだ、もうこれ半分いきます、やめて、もう一応殺してこないで頼むから、やめろやめろ、マジでやめろ。あー耐えたー耐えたー、
落ち着け、まんまじで落ち着け。おい、こんな早いルーレットなんかに惑わされんぞ。火、水、木、光、闇、組めてるね。オッケー。待って、あと400秒でもうこいつは絶対倒す。こんなやつに絶対負けん、俺は。待ってくれ、絶対勝ってやるから。欠損してるね。フェゴラン使おう。マジで、マジで負けたくない。もうやだよ。あと5分、あと5分でこいつ倒すぞ。あとこいつの発狂ラインが何パーや、何パーかだ。もうそこに全てかかってる。マジで。10倍上昇、やばい、来た。おい、ここで倒すぞ俺。よし、ここで倒す。ゴレンガチャでもセシリア使え、もう全部使え。行くぞ行くぞ行くぞ、倒すぞ倒すぞ。ゼロ次元、おい、ビッグバンとか言ってくるわけのわかんねえやつにはな。ビッグバンだよ、わかるか。もう俺はこのダンジョンに絶対勝つ。行きます、ラストパズルです。もうこれでいい、よし。おい、これ買っただろ、おい。おい、ビッグバンよ。おい、何がビッグバンだ、お前。お前、宇宙の始まりを勝手に実体化しやがって、お前、何考えてんだ。しゃあ。俺がビッグバンだ。対戦ありがとうございました。なんかね、なんだ、もう多次元の時ともまた違う、なんだこのよくわかんねえ感情。これがビッグバンか、なるほど。いや、もうなんかね、すごいダンジョンの雰囲気に飲まれたわ、すごい。はい、というわけでもう XP もバグってますね、これ。やった。というわけで2体目のビッグバン手に入れました。うわー、終わったね。いやー、終わったわ。やった。何この複雑な気持ち、よくわかんねえダンジョンだったな。というわけで41分42秒、やっぱ時間結構きつかったね。うん、いやでもね、やっぱりすごい面白かったわ。でもね、やっぱりなんだろう、そのやっぱ自分のこうミスでさ負けたりするとさ、やっぱ俺もさすがにちょっと結構イライラしてたんだけど、でもね、やっぱりね、なんか理不尽さはなかったね。本当に結構ね、なんだろう、完成されたダンジョンというか、本当にストレスなくなんか楽しめるダンジョンだったわ、普通に。はい、まあアトリがね多分一番いいんだろうけど、まあ俺もね、もう普通になんかラフィーネリーチェで普通に勝てたんで、まあ多色だろうね、やっぱ行くんだったら。うん、多色だね、やっぱり。多分全体的に防御高い敵多いから多色が有利なのは間違いないっすね。で、ちょっとね、この動画冒頭でなんかビッグバンで挑むとかちょっとね、頭いかれたことしてましたけど、なんか頑張ればいけそうっちゃいけそうかもしれんね。まあちょっとそれはまあいいや。うん、まあちょっとビッグバン使ってみた動画をね、まあまた多分上げると思うんで、まあぜひ見てください。はい、というわけでもう以上ゼロチャレンジでした。はい、さよなら。